千賀交換呪術廻戦伏黒恵を塗っていくよ。どうも皆さんこんにちは。ゴールデンウィークはバラ園に行きました。ぷっぷミルクです。今日はお友達 YouTuber 春のあゆみちゃんと千賀交換コラボです。呪術廻戦からあゆちゃんの推しである伏黒恵くんの千賀を色塗りしていきます。この紙パック何にしてくれるか楽しみです。はい、こちらがあゆちゃんが送ってくれた伏黒恵くんの千賀です。まつげが長くて美人さんだ。この美麗さをね、ぷぷさんなりに活かせるようにね、色塗り頑張ったんでね、よかったらね、ぜひね、最後まで見てくれると嬉しいです。でね、あゆちゃん本人が塗った動画が、前に上がってるんですけども、概要欄に、ね、載せてるからぜひ見てね。で、あゆちゃんはアニメ風のね、塗りなんだよね。私ね、アニメ塗りね、全然できないの。逆にね、あゆちゃんとか、あとドリーム TV のゆめちゃんもアニメ塗り好きじゃん。まあね、アニメ塗りがね、得意なね、彼女たちに、いや、ぷぷちゃんの色塗りの仕方の方が、私たちはなんか難しいみたいなことを言われて、ね、違うんよ。アニメ塗りってさ、何が難しいかって、どこが影になるとか、パキってさ、分かれてるっていうか。私はまあ、水彩の塗りじゃないですか。結構ね、ごまかしが効くんですよ。ここら辺なんかグラデーションにして、なんかこうしちゃうみたいな。どこに影ができるかね、はっきり分かってる人だからこそアニメ塗りができるっていうか、私は結構、ちょっと影をつけるのが苦手だから、って感じです。はい。でね、あゆちゃんが、この伏黒くんを塗った動画でね、言ってたんだけどね、絶賛してくれてたんだけどね、嬉しいことに。私ね、少女漫画風らしいんですよね。いや、あんまり意識とかしてなかったから、でも言われて、そうかも、みたいな。少女漫画大好きだから、もう未だにツイッターでも夜中とかになんか、少女漫画見て発狂してるから。好きだからそうなっちゃってんのかもしれない。この私今回逆光を描きたくて、なんか顔の中心が暗くなって、顔の輪郭とかの外側の部分が明るくなるっていう逆光ね、やってみたくて描いたことなくて、今回初めて挑戦してみたんですけど、逆光にした途端、なんかシチュエーションがね、後ろから光るみたいな感じになるじゃないですか。もらった線画の構図が多分戦闘シーンの切り抜きみたいな感じだから、呪力を置いたとして、で後ろ何光らすかとか分かんなかったから、呪力を光らそうと思って光らせたんだけど、よくよく考えれば呪力って自分の身にまとってるわけで、逆光になるわけではないよねみたいな。もう現時点で自分の塗りを全否定してしまったんだけど、まあでももう書いてあったからね、いいか。いい感じに見えればいいか、みたいな。細かいことは置いといて。でね、ここで一回ね、完成って思ってね、時間置いてるんですよね。ここからさらに書き込んでいきます。目です。目を書き込みます。少女漫画風と言われたからには、期待に応えようかと。もっとね、なんか、塗りでディティールを上げたりして、まつげの細やかさとかだったり、あと、髪の細かい線だったりとか、あとなんだろう、私のその塗りと、なんか線画が、なんかつなぎがないハンバーグみたいな感じで、最初のできたと思ってるときは、なんか物足りないなと思ってたから、それが何かなと思って、いろいろ時間を置いていろんなイラストレーターさんの絵とか見て分かったのが、その線画と塗りのね、そのギャップがなんかすごいというか、だから線画をなじませなきゃいけないと思って、このままじゃ本当に既製品の塗り絵に色塗っただけの、ただの色塗り動画みたいになっちゃうから、なんか絵として完成させるにはと思って、ハンバーグのつなげの部分を作んなきゃハンバーグにはならないよね、みたいな感じで頑張った結果、線画をなじませるということになりました。ということでいかがだったでしょうか。春のあゆみちゃん線画、ぷっぷ塗りです。こんな感じになりました。目はね、これが一段階の完成と思ってたやつで、これが最終的な完成です。どう？美麗になったでしょ。
色塗りめちゃめちゃいいじゃんと思ってくださった方、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。